見ろリヴァイ、これがお前らの立体起動装置か。え、何ですかこのガジェット。こんなもので FPS に有利に動こうなんて、決別だ。あー確かここだ。ほら見てくれリヴァイ、さあ僕の好きな4倍の時間だ見てくれ、すごい見えるね。ちょっと角度が難しいが、ほらほら見て見てくれ草葉さん、もうみんなちゃんと安楽死だここでみんな安楽死できるというわけだ。見てくれ、自分にはまだ体力がある、射線を切る能力がある、そう勘違いしてしまったことが過ちだほらもうすごい来るよ。僕の中でずっとポチポチクリックしてるだけでいいんだ。それで僕はポイントを稼げる、バトルパスが稼げる。うん、走って戦って倒れて蘇生して銃弾がなくなって辛い戦いとは決別だ見てくれ草葉さん、キャッチボールの方が難しいよねえ。もう誰も気づかない、いや気づいても射線が、ゲームセットだ。おいガキども、これはどういうポジションだ。豚どもがチョコバカと動いてんじゃねえ。おい動いてんじゃねえぞ、こっちは動いてねえだろ、正々堂々打ち合え。おい靴紐がほどけた、結べ。動いてんじゃねえぞ、動くやつはお仕置きなしだおいいじめてくださいみたいなやつはいじめる価値がねえ。本当のド S はな、ド M には興味がねえんだ。本当の S は S をいじめる。おいこの豚ガキども、よく聞け、お前ら1列になって四つん這いになれお仕置きの時間だ。なんだどういう状況だ。豚ガキにしてはいい根性だ。おいちょっと待て、おい豚の分際どういう状況。靴紐を舐める、どういう状況。そげねえだろ、どけ。お仕置きの時間。おいガキども、お前らの勝ちだ。負けて簡単に敗北感を味わえると思うな。見てくれリヴァイ、これがお前らの立体起動装置か。うんうん、これがあれば敵の校舎まで一気に、あしまった、どいてくれ。すまないな、僕はまだやるべきことがあるんだ。故郷に帰るまでは死ぬわけにはいかない。よし、さて僕の好きな4倍の時間だほら、ああ、見てくれ草葉さん、これが僕たちが見たかった景色だ。え、ほらもう順番にペチペチ安楽死すればいいんじゃないかな惜しいぞ。なんだもう来たのか、早かったなリヴァイ。ちょっと、あよーリヴァイ俺に会いたかったんだ、ちょっと俺は会いたくなかったけどね残念だったな。おお味方か、なんだ草葉さんかああすまないな、助かったよ草葉さん。やっぱりこのポジションがいい景色。なんだヘイトがすごいな、そろそろ時間が来たのか。よし、さあここにいよう。ポジションは変えた方がいいからね。どうしてだ、こら君たちダメじゃないか、そんなとこに固まってても未来を変えることはできない。え、いいかな。うん、何その武器はい、ショートダウンセンチネルか。ならば、内側に、僕をたこう。え、いいかな、みんな。さあ、こっからは、立体起動装置だ。よし。ダメだね。決別だ。いけないじゃないか、自分だけ助かろうと
そんなとこにいてはさあ、ん？ガキども、いけるぞ。頼むよ。勝利はもう目の前なんだね。いいかな。いけないな。君たちは勘違いをしてしまったかもしれない。あのポジションに行けばいっぱいキルが取れるかもしれないと。だがそれは僕がここに登らなかったらね、登らなかったらの話だ。人類はまた繰り返す争いを幾度となく、そして報復する。それの繰り返しだ。でもね、あ、リバーでも見てくれ、ブラボー1が減ってるじゃないか。これは僕たちの裏取り部隊の力だ。行くぞ。やあリバイ、残念だったな。この家は僕の家だ。ビークルがないからね、仕方がないよね。高所から敵をいっぱい撃ってもいいよね、仕方がないんだ。敵をいっぱい倒していっぱい気持ちいいね。これは人類の歴史が物語ってるからね。いいんだ、これでいいんだ。ダメだ君たちは。いけないポジションだ。皆殺しだ、これは良くないな。さあ君たち、いっぱい気持ちよくなった後は拠点制圧の時間だ。え、さあ信玄団と調査兵団からね、もらった信玄団で前に進もう。え、さあ手持ちの木も忘れちゃいけない。いないふりをしよう。よし、少しの間憎しみを和らげてもらわないといけないからね。向こうの方で、よーし、いないかな。じゃあ次はこっち側だ。こっち側見よう。ヘイトの分散が大事だ。復活するまでの時間も計算すればより長くここにいることができるかもしれない。なんだ、下からだ。よし、木を焚いておけば大丈夫だね。なんだ君か、あれちょっと、深淵団だ。エルヴィン団長の言葉を思い出す、みんな。エルヴィン団長の言葉を思い出して突撃だ。ああ、ああ。そんなとこにいてはダメじゃ。君は一番撃ってはいけない男を撃ってしまったようだね。今から行くからね、少しの間待っててね。お兄ちゃんに任せて、ほら待たせたね。ああ、ほら君が死んだせいでたくさんの仲間が血を流すことになってしまっているんだよ。いいかな、この現状から目を背けてはいけない。君が僕を倒していれば、君があの時僕を撃ってなければ僕はここに来なかった。みんなが生きてる世界があったかもしれない。いいかな、それをしっかりと。何も見えない。何も見えない。あ、こっちは味方がたくさんだ。自分の取った行動が正しかったかどうかはわからない。でもね、この上に、びっくりするじゃないか。あー、リヴァイ、僕から会いに行くよ。エルヴィン団長の黙々だ。どこかな、君たちは僕に気づいているか。この黙の中にいるはずがないという先入観で君たちは死ぬことになる。あ、やばない。お前たち、もう少しでゲームセットだ。お、来るかな、大丈夫かい。あ、また味方が一人。これは仇を取らねば。じゃあよし行こう。
どいてくれたまえよ。どうざし。嘘でしょ。ゲームセットだ。いやー、立体起動装置を使えばこんなにもいろんなポジションに行けるんだね。草葉さん、僕もキャッチボールやめるよ。てか、これ、最多キル表彰なくなったの僕ちょっとショックなんだけど。